にゃ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 長距離選手って長距離走るのは速いけど短距離は遅いんじゃないかって言われるじゃないですか。そう思われがちでしょ。だけど今日はねそれを覆すために僕ね短距離も実は速いんですよ。でね今日沼袋の競技場に来てるんですけど 100m 勝負してくれるっていうね人を見つけましたので、じゃあ入ってきてよろしいですか。僕マスクしますんで、はいどうぞ。こんにちは。こんにちは。今試合中なので今陸上といろんな訓練をしている大塚と申します。よろしくお願いします。大塚くん。はい。ね、さっきね、ほんと知り合いましてね。はい。声かけて。練習中にすれ違っちゃいましたね。はい。で、大塚くんは、陸上やって何年目ですか？もうすぐで5年目ですね。おで、種目は？種目は100、200、400、ジャベリックスロー、1000。それは何ですか、その、ジャミロクワイですか？やり投げと似た競技。ジャミロクワイ？ジャベリックスロー。ジャベリックスロー。ジャミロクワイじゃない。ジャベリックスロー。もうやってるんだ。そのやり投げみたいなやつ。はい。おじゃあ結構じゃあ瞬発系だね。はい。ちょっともう。自分もちょっともういろいろ努力しておけばダメかなと思ったので、うん、ちょっといいキャラしてるね。そんなことないと思います。ちょっと今喋、ね、った感じでも、ちなみに僕はフルマラソンなんです。42.195キロ。すごいです。 42.195キロの人の短距離のイメージってどんなイメージなんですか？速い遅いでいったらもう大体もう、うん、長距離では結構速いと思いますけど、うん、短距離だとちょっと遅い。正直に言えないですね。その野郎。よし、じゃあ今からそれをね覆すために、じゃあ 100m 勝負やってもいい？本当にガチンコに。ああ、いいですよ。オッケー。じゃあ俺もちょっとね、ちょこれ体力あるかちょっとわかんないですけど。100m だからね。もう言い訳なしだよ。はい。あの髪型ちょっと似てるからね。いや似てないっすよ。何こなんかこだわるもんって似てるよ。いや全然。もうこれガチンコで。よし、じゃあ何レーン、何レーンですか？ここでしょ、やっぱり端っこのレーンで。で向こうにカメラさんが行くから。はい、カメラさんが、よーい、スタートで、おいおい、どこ見てんだ。聞いてる。カメラさんが、よーい、スタートってやったら、スタート、バーン。ね、了解しました。で、100メートル先にいるから。あ、だっていなくなったらでやるからね。大丈夫。はい、僕のこと知ってますからね。名前は。猫ひろしって名前です。猫ひろし。知ってます。初めて知りました。YouTuber って結構大変ですけど、うん、でもあちょっと僕 YouTuber 僕は本職芸人なんですよ。あ、そうなんですか。知らないですか。ネッコヒーロシ、ネッコヒーロシ、うるせえ。昔のネタの。そうそう、いや違う、そう、まあ昔って言うなよ。知ってます。いや全然もうあんまりテレビ見ないんで。今失礼ですけど年齢聞いてもいいですか。年齢は今19です。19歳の年。じゃあ一応経歴だけ話すと、はい、芸人やってて43歳。猫だったら1回死んでます。はい。でこのロードルの僕と、あ、お名前聞いてもいいですか。お名前は、大塚レオと申します。大塚君、はい、自分は、うん、大塚一族として、大塚一族、運動の訓練を日々特訓し、うん、強化を捧げるために訓練をしています。よろしくお願いします。大塚くんなんかいいキャラだね君。いいですか。そんな YouTube で100m、 そう勝負しようかなと思って。あ、全然構わない。いいですか。ちょっと俺もちょっと脂肪があるんで、うん、痩せねえとなと思いました。よし、じゃやってやるじゃないか。勝負だ。俺も言ってもね、オリンピック選手ですから負けるわけにはいかないよね。19歳の若造に。よーい、スタート。早い。いや、久しぶりすぎて。ぶっちぎりです。ちょっと、
石橋、石橋。石橋あ、大塚か。大塚か、これなんで石橋なんだ。大塚。はい。めちゃくちゃ早いじゃないかよ。そう。いやいや。俺も全然コロナでちょっと競技場全然行ってないんで大丈夫かなと思っちゃいました。負けた。早いじゃん。そうっすかね。ちょっとこれね、100m 区画第1弾。相手悪かったっすね。レオ、ありがとう。ちょっとなんかあげたいね、ランニャーソックスから。ランニャーソックスね。あ、これね、靴下作ってんの俺。あげるよ。いいんですか？履いたやつあげちゃう。履いてるやつあげちゃう。あ、は、は、俺のやつ、負けだから。これ今日は落ちたやつだから。あ、え、いいですよ、いいですよ、全然。大丈夫なんですか？でもこれ入ったらさらに速くなるから。ちょっとね、俺、性病持ってるけど、そんぐらいだから。大丈夫だよ。いや、いいですよ、いいですよ。いや、これはもう履いた方がいいよ。寒いですよ、ね。ちくしょう。これ、よかったらさ、洗濯して履いてよ。うん、サックス。これ、土屋師匠店さんで、はい、1足500円で売ってるから、安いんで。どう？ああ、いいじゃん。似合うね。なんかすごい、バネがあって結構、いいと思いますね。ゴム。欲しい？どちらでも。じゃあ、これ、負けたから、一発目だしょ。あ、いいです。頑張って、これからもね、じゃあ、レオさ。はい。劇場これから頑張ってよ。あ、はい。毎週ここいんの？いやー、時々来たり来なかったりなんで。じゃあちょっと俺また武者修行して、レオ見つけたら、ガチンコで挑みに行くから。じゃあ、大塚レオくん、ありがとうございました。1回目は、レコード、乾杯ですか。いやー。にゃ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